アリ・イスラムの柱は5本です。アッラー以外に崇拝されるべき対象はないことと、モハンマダサ ل ى ا ل ل ワ عليه وسلم がアッラーのしもべであり、使いであることを証言すること、アッサラーを立てること、ラマダンにサウムすること、バイトラー・ラヒル・ハラームに可能なものはハッジすることです。